おっぱいのワンポイントレッスン、目は2つ、おっぱいも2つ、バランスが大切ということで、まあ、赤字で本の方に書いてありますけども、非常に重要なことだと自分は思っております。よく、エアブラシを教えてる方が目の描き方とか、ヌードの描き方とかっていうふうな感じで教えてますけども、そうですね。目は特になんか片一方しか一つをなんかリアルに描こうとすることしか教えてないんですよ。で、それもまあ重要なことだではあるのですが、バランスが大切っていう、それ以前にバランスが大切なんじゃないかなって自分は強く思うんですよ。で、まあ目でもいいんですけど、まあ、ちなみに今、ちょっと、おっぱいで、実験してみますね。おっぱいここに書いてます。おっぱいっていうのは、普通の人のおっぱいかと。今、もう8月に入ろうとしてますけども、花火の季節になってきました。こちらでももうそろそろ花火の、あちこちで花火がどんどんと、上がる季節に入るわけなんですけども、花火を描いてみようかなと。それでまあ説明できたらなと思っています。皆さん花火を描こうとしたときに、こういう、黒の板。まあ、闇の中に花火が上がるわけなんで、黒、バックが黒ですよね。で、そこに花火を描こうとした場合、皆さんはどんな色を使いますかということをまず最初に皆さんにお聞きしたいと思います。今言ったような色っていうのは、要はスプレーなんで、スプレーっていうのはぼかすことが得意。グラデーションを綺麗にするとか、まあぼけることが得意なんですよ。で、そういうぼかした中でもまあ近づければシャープに描けたりするんで、そういったそのスプレーでアートする絵を描いていくっていうのは、まあ今までになかった、ハケアブレではなかったことがエアブラシでできる。それが一番の魅力です。はい。1999年、ホームページに開設。以後、エアブラシ教室をはじめ、アート本や CD を自ら作り、全国へ向けてエアブラシの普及活動を続けています。皆さん、どうしていいか分かんない方が多いんですけど、何からしていいのか。で、自分はそういう、自分も同じところから始まったわけなんですけども、そういった自分の行き詰まったところを教えることによって、その、習いに来てくれた人が、ああ、そうだったのかと。喜んでもらえる姿を見るのがすごい自分にやりがいが感じるっていうか。はい、これから顔を描く手順を、説明してまいりたいと思っています。まあよく芸能人とか描いたりとか、いろんなかっこいい絵を描いたりとかってあると思うんですけど、いろいろ著作権のこととかもあるんで、今回はデジカメ、このデジカメで自分の顔を撮って、で、それを絵にしていきたいと思います。で、その描く手順っていうのを、まぁ、今回のもので終わらないとは思うんですけども、少しずつ進めてまいりたいと思います。で、まずまぁ、すでに今、デジカメで、撮った画像がありますけども、これを撮るかな。これ、映ってる？これですね。はい。この画像をパソコンに落とし込んで、で、そこから始めたいと思います。今ちょっと1センチ角ぐらいの四角角の大きさがどれぐらいのものか、皆さんに分かってもらうために。これが1センチ角ぐらいです。はい。で、ここに超細かな、字を書こうとします。はい。で、先っちょを取ります。このニードルの先。ニードルの先から出てるの見えますよね。この先が、よく見えますと言ったら。よいしょ。で、超細かいのちょっと書いてみますね。書こうかな。まあまた濃い、ちょっと濃い感じがします。これでも色が濃い感じです。濃いかなって感じですね。よいしょ。今のやつが1センチ角なんで、1センチ、ちょっと1センチ5ミリぐらい今ありますけども、
これぐらいの大きさ、一文字にしてみたら5ミリないぐらいで書けるんですよ。こういったのを書くときには、はい、今回のおまけです。今回のおまけは、ツールコーナーでも紹介しましたが、ブラックライトに反応する塗料、を特別に皆さんのお手元に、ちょっとサンプル的に届けたいと思っております。で、ブラックライトをつけます。何も書いてないようになってるんですが、これをブラックライトをつけると、よいしょ、はい、この通りということですね。はい、はい、皆さんこんにちは、トータルピーの竹島です。今回は、某オーディオメーカーのデモカーのペイントを皆さんに紹介したいと思います。どうなることやら分かりませんけども、皆さんのご参考になればと思ってビデオを回したいと思います。よろしくお願いします。で、今竹島さんは、はい、なんかいろいろ作品作っておられるんですよね。ちょっと見ていただきましょうか。はい、これかなり大きなものだそうですね。これも写真ですよね。よね、いろいろ披露宴なんかあるか、ね、はい、でいろいろあって、トラックだ。自慢のトラックで、はい、何、これは病院のね、ただいまお花とかこういったね、人の顔とか、いろいろ描かせてもらって勉強してもらってます。あれ、これは、あ、これはリンボ重機ですね。いろいろで何台ありましたけどね。え、これも写真だって。これは近所の船さんのところにある長島さん、長島ファンのために描きました。いろんなものを見せていただいても何がどうなってるかやっぱりわからないよ。はいはい、ちょっとやってみてもらってもいいですか。いいですよ、いいですよ。今ここにあの真っ黒の、はい、これ鉄板ですかね。はい、あ、これは鉄板じゃないですけど、ええ、書きますよ。これ、え、下書きとかは、下書きはしないです。しない、下書きしないんですか。しないですね。で、これで、シュッシュッと出るんですね。あ、押すと出て、シュッシュッと出てますね。見えますね、シュッシュッと、はいはい、これで書くんです。はい、いいですか、書きます。じゃあちょっとお願いします。何を書かれますか。なんかお寿司でも書こうかなと思って。お寿司ですからね。今もう始まってるんですよね。そうですね。なんかでも何も見ずに、いや、真っ黒なところにちょっとずつちょっとずつ、すごいっと、ほこりがつくみたいな、うん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 、うっすらうっすら見えてはきてる。なんとなく鼻の部分ですね。あれ、いろいろこれ加減とかもあるんじゃないですか、ね、なんでこれ下書きもなしにこんな、いや、エアブラシだからなんですね、これ。もともと絵得意なんですか。絵は全然得意じゃないです。写生大会の時に遊んでましたからそうですね、ちょっと完成楽しみですね、すごい楽しみですね。ちょっと後ほどこの完成の作品見せていただくことに。何分ぐらいでできます。そうですね、もう 2,3 分あったら完成ですけどね。 2,3 分、じゃあ一旦コマーシャル行って、でも見る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 、すごい。はい、応援を一人、呼んでまいりました。北海道のベントショップ経営あの一戦で活躍してる人です、仲良くやらせてもらっています。右腕として、数日も頑張ってもらいたいと思っております。よろしくお願いします。特別細かいことをしてるわけじゃなくて、うん、色をこうずっとつけてる感じ。まあ今時間があれなんで、あのあれですけども、こんな感じで一気にカラーにすることができるという話ですね。で、この後、うん、皆さんとやるからには皆さんと一緒に頑張りましょうや、あの一緒に助け合ってやっていきましょうって感じです。あのここに習いに来た人とか本の読者とかやっぱみんな仲間なんですよ、うん、ライバルっていう感じはあまり受けてなくって、みんなと一緒にエアブラシを盛り上げていけたらなと思うんで、それぞれのいいところを出し合っていい、うん、エアブラシの世界っていうものを、うん、作っていきたいなと思っております。うん、そんな同じような気持ちの方はぜひ、自分にも声かけてもらって、一緒に悩んで一緒に努力していきたいなと思います。